皆さんこんにちは、あじまです。今回の動画はですね、一眼レフカメラとミラーレス一眼の違いっていったところについてお話ししていこうかなと思います。カメラを新しく始められる方であったり、カメラのサブ機、まあ2台目とかですね、あとはまあ買い替えっていったところを検討している方にお役に立つ情報かと思いますので、最後までぜひ見ていってください。では今回もじまチューブスタートです。じまチューブ、はい、改めましてじまです。今回の動画はですね、一眼レフカメラとミラーレス一眼の違いっていったところで、機材の仕組みそのものの違いであったり、技術面とか、まあ、機能面の差、利便性とか、レンズバリエーションの視点、あとは光学ファインダーなのか、電子ビューファインダーなのか。で、もし皆様がカメラを買うときに、一眼レフなのか、ミラーレス一眼なのか、どっちが適しているのかを考えたときに、まあ、選ぶときのポイントですよね。私にはこっちが合っているっていう判断基準。で、管理面のところであったりとか、私がカメラを、まあ、15年ぐらい使い続けてきた中での経験談っていったところと、リアルタイムで結構ミラーレスが進化していっているところを、まあ、キャッチしているので、そういったところを含めたお話をしていこうかなと思います。まずですね、こんな疑問はありませんかっていったところで、いろんなメーカーですよね。キャノンさん、ニコンさん、ソニーさん、オリンパスさん、パナソニックさんとか、いろいろカメラメーカーがある中で、ミラーレスの新型をバンバン出していっているなっていう印象ありますよね。最近だったらもうシグマさん、レンズメーカーさんの印象が強かったシグマさんからもフルサイズのミラーレスっていったものが出ているので、一眼レフと実際何がちゃうんやろって思われる方も多くいらっしゃるかなと思います。で、新しくカメラを始めるには、一眼レフとミラーレス、どっちがいいのかっていう疑問であったりとか、以前の私もですね、あのミラーレスの進歩、技術的な進歩がすごい早かったので、まだまだ一眼レフが主流やと思って一眼レフを使ってたんですけども、まあ、正直一眼レフってこのミラーの部分のあるかないかぐらいの違いしか、まあ、ぼんやり理解してなかったっていうのが正直あります。で、いろいろミラーレスのカメラが各社どんどん情報と新型を出すことによって、その度に情報をキャッチしていってですね、まあ、こういった、まあ、違いであったりメリットがあるのかっていうのを今回お話していきます。で、カメラを新たに購入される方とか、サブ機の購入検討に役立つ、まあ、動画になります。安く見つこっても、まあ、軽く10万円前後、カメラを始めるときって初期費用としてかかってくるので、一眼レフカメラとかミラーレス一眼の購入で、まあ、買い物をですね、失敗しないための事前知識としてね、この動画を見ていってもらえたらなと思います。で、このチャンネルですね、あの登録していただけますと、撮影知識をまあ体系的に学べたり、で、そういった成長を通じたですね、自信を得る機会をまあ、撮ることができます。で、写真、まあ、コミュニティ感を得る、まあ、コメント欄でね、写真好きとかカメラ好きの方と、まあ、交流ができるっていったところがあったりとか、カメラ情報ですね、効率よく収集できるっていったところで、新型のお話であったりとか、旧機種でもですね、ちょっと魅力あるカメラをピックアップしてお話しさせていただくっていったところで、情報収集の手間と時間の節約になるっていったと、あのメリットがありますので、ぜひね、この機会に初めての方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、動画内で学んだこととか気づきとかですね、まあ、今後取り上げてほしいテーマなんかがありましたら、お気軽にあのコメント欄に書いてもらえると嬉しく思います。で、もしカメラですね、なんか情報を集められているご友人がいらっしゃいましたら、この動画ね、ぜひあのシェアしてもらえたらなと思います。なんかミラーレスと一眼レフの違い話してる人おったでという形でね、リンクをメールでピャッと送ってもらえたら嬉しく思います。で、ざっくり言ってしまうと、次のスライド映ってます。あの、レフ機構があるかないかの違いやと思います。これが一番初めに私が理解してたミラーレス、あ、ミラーレスなのねっていう感覚のやつですね。どっちも画質は綺麗で、ミラーレスだからどうこうっていう話ではないです。この図からですね、イメージすると、一眼レフであれば、こうカメラを横に見た時にレンズ、光通ってきます。で、ミラーが中にあるんですね。このミラーの部分です。このミラーの部分が、跳ね上がってるこのミラーの部分ですね。ここが、光が反射して上にペンタプリズムというのがここに入ってるんですね。で、これの中をギャ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 と反射しまくって、で、この光学ファインダーのここに光が届いている。で、私たちはそれを見ながら撮っているっていうのが、まあ、一眼レフの大まかな流れです。逆にミラーレスは何かっていうと、レンズをもう光が通ってきて、そのままセンサーが光受けちゃう感じですね。なので、ミラーであったりとかペンタプリズムのってたところが、まあ、カットされている。っていったところがありますので、まあ、このミラーの部分を、まあ、省略できるので奥行きがキュッとできるような感じになります。Excel で一生懸命作ったんですけど、いろいろなんかずれ
ってますね。ちょっと見にくかったらごめんなさいね、このイラストね。で、一眼レフとミラーレス一眼の違いっていったところを次、機材の視点からお話ししていきます。一眼レフカメラっていうのはカメラの中にあるレフ機構ですね。ここの先ほどの跳ね返ってたこの部分です。で、景色をまあ反射させます。ここでね、カシャンと光を。で、光学ファインダーでそれを私たちは覗いていますと。で、リアルタイムに景色を見ながら撮影することが可能です。で、動きがある、まあ、被写体の撮影に比較的強いですよと。レフ機構がある分、ここがですね、どうしても分厚くなりがちなんですよね。で、各メーカー様々な機種で、まあ、一眼レフカメラっていうのは、まあ、歴史の長いものになります。で、逆にミラーレスカメラですね、レンズが捉えた景色を映像に変換して見ることができます。電子ビューファインダーっていうものがあって、液晶モニターなんかでね、ここで見たりとか、ここにちっちゃいテレビのようなものがあって、そこで見て写真を撮ることになります。で、私たちが使っている一眼レフなんかであれば、光が反射した実物の光の世界を私たちは見てるんですけども、ミラーレスの場合は変換された、まあ、映像ですね、テレビみたいなものを見て撮っているっていう印象です。この違いからですね、実際に明るさとか色味っていったものを撮影前にカメラでちょっと味付けした状態のものを見ることができるんですね。一眼レフであればこう構えた時に現実世界が跳ね返ってきて見えているので、カメラ側でいろんなホワイトバランスであったり、ピクチャースタイルであったりとか、いろいろ設定を変えて露出がオーバーなのかアンダーなのかっていうところも含めて、現実世界のものが今見えているので、写真撮ってみんとわからんところがあるんですけども、ミラーレスの場合はもうこう撮った時に一回もう電子信号に変換しちゃってるので、私たちが覗くときには後付けされた状態、ホワイトバランスとか、そのコントラストとかシャープネスとか、いろんな要素が後付けされて仕上がりの状態として見ることができる。なので、ここでミラーレスの場合は見て撮って出来上がったものとそんなに大差がないっていったところがあります。これが結構、撮影の効率化の時に役立ったりしますね。レフ機構をミラーレスは省略しているので薄くすることができます。で、結果は小型軽量化っていうものが実現できますね。で、ショートフランジバックでの実現が可能。レンズの一番お尻の部分とセンサーのところをギュッと近づけたりすることができるので、よりですね、まあ明るく光を多くですね取り込むことが、まあ、一眼レフに比べると有利だったりします。ただセンサーがちょっとむき出しになってますので、ゴミの混入に注意っていったところで、上がニコンの一眼レフの、まあ、DF って言われているカメラと、まあ、Z シリーズのカメラですね。右側の方がミラーレスの一眼レフっていうか、ミラーレス一眼になるので、センサーのギラギラのところがむき出しなんですよね。なんでここにゴミがくっついちゃうと、写真撮った時にゴミが映り込んじゃうので、定期的な、まあ、メンテナンスであったり、ゴミが入らないように注意してもらう。一眼レフの方ももちろんゴミは大敵なんですけども、前に若干ね斜めったミラーが一応あるっちゃあるので、ミラーレスに比べると多少、まあ、防御力というか、そういったところは高いかなっていったところがありますね。次のスライドです。一眼レフとミラーレスの、まあ、利便性のところから見てみると、機動力っていったところで、サイズ感と重量っていったところではやっぱりミラーレスが有利です。どうしても小型軽量化できるので。で、高性能な機材も今すごく各社メーカーがもうミラーレスにも全力投球してきているってところがあるので、高性能な機材が多いです。で、手ブレ補正なんかの機能も比較的ミラーレスの方が5軸手ブレ補正みたいな感じですごく充実しているなっていうのはありますね。で、バッテリーの持ちは一眼レフの方がやっぱり強いです。ミラーレスはどうしてもね、あの電気をよく食っちゃうっていったところがあります。で、最近はまあ比較的各社改善してきて、バッテリーもまあ 2世代目3世代目みたいな形でちょっと進化していって、まあ、ミラーレスでも一眼レフの時と同じぐらい取れるバッテリーっていったものがどんどんまあ登場してきているので、あんまり最近ここはネックに感じないかなというふうに思いますね。で、レンズのラインナップは一眼レフの方が多いです。これはどうしても、まあ、歴史がねもう40年50年あるような一眼レフと、まあ10年早くても20、15年20年ぐらいのミラーレスっていったところでは、どうしてもレンズのラインナップっていったところで差が出てきます。で、一眼レフのカメラをミラーレスの方に、まあ、マウントアダプターを使ってつけるっていうことはできるので、ミラーレスだからといってレンズが少ないってわけではないです。サードパーティー製であったりとか、マウントアダプターを使うことによってそこはカバーできるところになります。なので、まあ、マウント縛りですね、ニコンであれば、まあ、F マウントと Z マウントですね、ここのマウントのところが一眼レフの
種類と、ミラーレスの種類で変わってくるので、このマウント縛りのところはですね注意してください。ミラーレスのカメラ買ったけども、あ、このレンズでええわ、ニコンさんのやつやしと思って F マウントのやつ買っちゃうと付けれなかったりして、あ、 F2Z ってやつがいるのねみたいな形でそれを追加で購入する必要があったりもするので注意してください。オートフォーカス領域ですね。ここミラーレスの方が広い機種が多いです。これは結構強みかなって思います。一眼レフであれば右下ですね。こういったものであれば、正直そんなにオートフォーカスを覗いた時にピントを合わせる領域ってあんまりないんですよね。で、かなり上位機種になってくると数はすごく増えるっていったところはあるんですけども、それでもやっぱりミラーレスの方がオートフォーカス領域っていうのは、まあ、端っこまでいけるという印象がありますね。なので、もう構図を簡単に作ることができるのはミラーレスの方がちょっと強いかなっていうふうに思います。ただ、正直なところ、一眼レフでも撮り慣れている方の場合は、もう真ん中で合わせてクッ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 と変えてしまったりとか、ある程度も初めからポイントを動かしてクイクイクイって、撮るときにクイクイって動かすような形で撮ると思うので、そこまでまあ、致命的な差ではないかなというふうには思いますね。で、先ほどお伝えした EVF ですね。まあ、ミラーレスの方は処理後ですね。自分がテイスト味付けした状態の写真で、まあ、絵が見れるので便利ですよって言ったところと、 OVF ですね、光学ファインダーの方は現実を写すので、撮った後に実際こう写真をチェックして見直して、あ、自分の思ってた通りの露出として撮れているって言ったところを確認する必要があったりします。これが、まあ、撮影の効率にかなり影響するので、まあ、便利って言ったところがありますね。次のスライドですね。そうですと、まあ実は一眼レフとミラーレス一眼って写真を撮る上ではそんなに大きな違いってないんですよって言ったところをまず把握してもらって、なのでご自身の好みでカメラを選ぶのがいいですよと。で、ここまで、まあ、力説してきた意味っていうのが若干薄れますよね。ミラーレス一眼レフはこう違うんですとか言ってたけども、最終的には大きな違いないんかいっていうオチですよね。で、それでも高い買い物なんで、どっちにするか悩まれる方のために、ここからさらに深掘りしてお話ししていこうかなと思います。次のスライドですね。自分に適しているんってどっちなんやろうって考えた時に、まあ、選び方のポイントとして、基本はもうミラーレスのカメラ選んでもらったらいいかなって思います。あえて一眼レフを選ぶ理由っていうのがなくなってきたって言ったところがありますね。この下にちょっと後で触れるんですけども、まあ、今のところもミラーレスで OK やというふうに考えています。小型軽量で最新技術が搭載されている傾向がありますし、小型軽量で技術がいいものっていうのは持ち出す頻度がどうしても必然的に多くなるので、そういったカメラって撮影のチャンス、機会って言った時に、まあ、よく触れることがあるので、いい写真が結果的に撮るチャンスっていったものが増えるんですよね。で、レンズも汎用性の高いもの、例えば便利ズームであったりとか単焦点でもメジャーな焦点距離っていうものはほぼほぼもう揃っているので、そこまで心配することはないです。で、動画撮影機能も充実しているものがミラーレスに多いっていうのもありますし、手ブレ補正機能も積極的に搭載している機能も多いです。で、センサーサイズもマイクロフォーサーズであったり、APS であったり、フルサイズっていったところで、センサーサイズも豊富なので、選択肢も十分あるんですよね。昔で言うとちょっとミラーレスってもうソニーさんいたかなみたいなところがあったんですけども、もう今、キャノンさんも、オリンパスさんも、富士フィルムさんも、ニコンさんもペンタックスがいろいろ選ぶところがあるので、もう自由に選べるっていったところがあります。で、もう一つは、ファインダーを覗く必要がないんですよね。もちろんここで覗いて、テレビを見る状態で、まあ、EVF でね、覗いてもらうというのもありなんですけども、ミラーレスを撮るときはもう、モニターをね、見ながら撮ってもらうっていうのが結構容易なので、もうわざわざ一眼レフのように、こう覗き込んで、ガシャシャっていうような撮り方をしなくてもいいっていうのがあります。で、仕上がりのイメージがですね、もう撮影中に把握できるっていったところもあります。先ほどのどういった色味になるのかとか、どういった露出になるのかっていうのが撮る前に分かってしまうので、これがですね、仕上がりのイメージの撮影中にもう作り込めるっていったところがあるので、まあ撮影の効率化っていったところにつながるので、今のね、話バーって聞いていっても、あー、ミラーレスでええやんって思われた方多いと思います。まあそういうことなんですね。で、次は、あえてじゃあ一眼レフを選ぶ場合って何ですかって話に移るんですけども、やっぱりですね、こういったシャッター音のところというか、まあメカニカルな作りとして、こうガシャガシャってね、こう一眼レフならではのなんかこう、まあ、機械感っていうところですね。もう正直ミラーレスでもシャッター音っていうのは十分心地いいものがあるんですけども、なんとなく、この、
ミラーが跳ね上がっている振動というか、まあ、感覚っていったものが好みのある方であったり、レンズのこだわりがある方、まだミラーレスの方もある程度レンズは揃ってるし、この横にある F2Z のような、マウントアダプターっていったものを使って1個ちょっと旧世代のマウントから新しいマウントへレンズを流用することはできるんですけども、それでももっとこだわりのあるちょっと癖のあるレンズを使いたいって方は、まあ一眼レフの方が種類は豊富かなっていうふうに思いますね。ただオートフォーカスが対応するかとか、レンズ側の手ブレ補正機能が対応するとか、そういったところはちょっと注意してください。古いレンズだと対応外だったりもするので、そこは注意してもらえたらなと。あとはグリップ感ですよね。で、武骨なデザインであったりとか、こういったところがまあ一眼レフの特徴としてありますね。ミラーレスはどうしても小型軽量っていったところがありますので、このグリップのところが浅かったりします。なので持ち心地、この構えた時の感覚っていうのが一眼レフとちょっと違ったりもするので、ここがまあ一眼レフがね、好みの方に多いかなっていったところがありますね。で、撮影時のまあ処理遅延がまあ許容できない。ただミラーレスっていうのはちょっと前はこのどうしても電子信号に変換して覗き込むであったりとか、私たちがまあ視覚的に見れるようになるっていったところがあったので、ちょっとはタイムラグがあるっていう風になってたんですけども、個人的にはそこまでめちゃくちゃ早いシビアなものを撮らないんであれば、そんなに大差ないかなっていう風に思います。もうほぼほぼ今の最新のミラーレスっていったところにそこの抵抗感っていうものはないかなと思いますね。あとはまあ撮影枚数が多い。やっぱり一眼レフの方がまあバッテリーの持ちとかですね、耐久っていったところは強いので、撮影枚数めちゃくちゃ撮る、一日の中でめっちゃ撮るとか、カメラを使ってトータルでめっちゃ撮るっていう方の場合は、まあ、一眼レフの方がまだ強みがあるかなと。でただここはね、改善されつつはまああります。一眼レフにまあ近しい撮影可能枚数にどんどんミラーレスも寄っていってますし、撮り方ですよね、私たち撮る時の撮り方でバッテリーをあんまり消耗させないような撮り方っていったものを選んでもらうことによって、ミラーレスでもこのバッテリーの弱点っていったところはもう十分克服できるところかなと思います。なのであえて一眼レフを選ぶんであれば、まあこういった理由があるかなというふうに感じますね。まあ、ちなみにですけど、私は一眼レフ派です。で、ここの私の経験談っていう次のスライドに移るんですけども、一眼レフをずっと使い続けています。数年前ですね、α7-3 が登場して、瞳オートフォーカスに正直衝撃を受けました。当時 D750 を使ってたんですけども、ソニーへ移るか悩む日々でしたね。で、私の周り、ニコン勢はもちろん、キャノン勢も含めてバンバンソニーに α7-3、初めはまあ2台持ちっていう形から始まって、いやもうソニーでいいかなみたいな形で、キャノンとかニコンを売っ払うっていう人がもう本当に周りに多くて、ソニー派というか、もう集まった時に、あ、アルファ、D? みたいな形で、もうほぼほぼソニーになってたっていったところがありますね。まあ、これは正直なところ、人物を撮るんであればソニーさんのカメラでもいいんですけども、なんとなくなんですけど、風景とか動物撮るんはやっぱニコンかなっていう勝手な思い込みですね。ただニコンをリスペクトしているだけのこともあるんですけども、なんか風景とか動物っていったところは、まあ、ミラーレスより一眼レフの方がいいかなっていうふうに勝手に思い込んでいました。で、α7-3 ですね、まあ、の OS 面ですね、この操作面のところであったりとか、まあ、レンズの、ラインナップっていったところで多少不満もあったっていう方はよく見かけました。ただもう今となっては、もうソニーさんのレンズラインナップっていうのはシグマさんとかのサードパーティー線も含めて全く問題ないので、もうここはうまいこと克服してきたなというか、弱点をなくしたなっていうふうに感じますね。で、ニコンからまあ同機種のモデルが出るのを待とっかなって思ってたんです。α7-3 のようなものを。で、Z6、Z7 は確かに登場したんです。大体まあ2年ぐらい前ですね。2年前の秋ぐらいだったかな。にまあ登場してきたって言ったのがあったんですけども、いやちょっとちゃうなーって、α7-3 に届いとらんなーっていうのが正直なところがあって、まあ、ポイントとして部分的には α7-3 よりいいところはあったんですけども、自分がメイン機として使うかってなると、まだちょっとちゃうなーっていったところがあって、D780 っていう一眼レフカメラと、Z6 っていうミラーレスのニコンのカメラのいいとこ取りをガッチャンコしたハイブリッドなモデルが出てきたので、D780 っていったものに D750 から乗り換えました。っていったところで、F マウントのレンズ資産ですね。今私がメインで使っている F マウントのレンズっていったものをそのまま流用することができることであったり、D750 を使っていて、ちょっと弱点やなというか、α7-3 に乗り換えたいなって思う
まあ、一つのきっかけであったライブビュー撮影時ですね、このモニターを見ながらの撮影の時のオートフォーカスであったりとか操作の弱さっていったところと、まあ、暗いところでの撮影であったり、ソニーさんほどではないんですけども、まあ、瞳オートフォーカスっていったところへの対応っていったところで D780 を選びました。やっぱりソニーさんのね、α6400 とか α7III とか、そういったところに搭載されている瞳オートフォーカスには及ばないっていったところはあるんですけども、まあ、十分私が撮影する分には、まあ、使える機能だったかなっていったところがありますね。で、人物、動物なんかも私は引き続き撮り続けているので、私が撮る対象ですね、人物、動物、風景とか、いろんな水族の生き物とかを撮っていく中で、まあ、全体的に私の撮影種にバランスよく対応できるのが D780 やったっていったところですね。あとはまあ撮影を楽しめる、やっぱりあのグリップ感とか、撮影のシャッター切った時の音とか、こういったものがやっぱカメラ撮ってるわーっていうのがまあ好きだったので、まだミラーレスに映るのはちょっと早いかなっていったところですね。で、高速機なので D750 で今まで撮れてたものはまず撮れるやろうと。さらにそこから今までちょっと撮りにくいなとか、こうやったらよかったのにって思ってたところがさらに撮りやすくなる。常用 ISO 感度の幅が広がったりとか、シャッタースピードのマックスの値が4000から8000に変わったりとか、ライブビューが撮りやすくなったとか、暗いところでも撮りやすくなったとか、そういったところがあるので、今よりは撮れるっていう診断会ですね。今後はミラーレスへの乗り換えも検討しています。もちろん、ま、今回 Z5 っていうのが登場したんですけども、それでもまだちょっと私のドストライクではないので、ま、今回ね、発表が予定されている10月の半ばぐらいだったかな。Z6-2 と Z7-2 のところですね。あれにかなり期待したいかなと思いますね。で、F2Z があれば、ま、レンズ問題っていったものは問題ないですし、サブ機をもし追加するんであれば、まあ、Z50 あたり、Z50 のもし買いモデルで Z30 なんかが出るんであれば、そういったものも狙っていきたいかなと。なので、ミラーレスそのものにはすっごく興味があります。で、ミラーレスっていうものよりも、撮影を最大限に効率化できる機材っていったものを求めているところがありますので、ミラーレスももちろん興味はあるんですけども、あんまりにもちょっと私の撮影スタイルと違うなーっていう感じのものがあれば、一眼レフを使い続けるのかなっていうのは思いますね。では次のスライドですね。めっちゃ個人的におすすめのカメラを何種類か並べておこうかなと思います。今この動画を見られている方っていうのは、まあ、一眼レフであったりミラーレスの違いってことを把握したい方であったり、まあそういったものを把握した上でカメラを購入されている、まあ、検討されている方が対象になるかなと思いますので、まあ、私が個人的におすすめできる、私が自分が次カメラを買うとか、自分がカメラをもし始める立場だったらどれを選ぶかなと思った時に、これをちょっとピックアップしました。まずやっぱりですね、ソニーさんの α7-3、もう2年半とか3年ぐらい前のモデルになってくるんですけども、未だに20万円前後で動いているカメラになります。本当にミラーレスに革命を起こした機種かなというふうに思います。で、その隣にあるのが α7C ですよね。コンパクトだったかな、コンパクトの C だったと思います。この今回は α7-3をほぼほぼギュッとしたようなモデルにはなるんですけども、 α7-3 が未だに売れ続けている中でフルサイズのミラーレスとして α6400 の APS-C のような小型軽量のサイズ感に収めてきたっていうのがかなりポイントになっているカメラです。なので今となっては α7-3 ももちろんいいですけども、 α7C もいいかなというふうに思いますね。で、その横が APS-C っていうこのセンサーサイズのところですね。このミラーの奥にある画像を切り取るセンサーのところなんですけども、その大きさがちょっとこの左上のギラギラした部分がちょっとちっちゃいんですね。この α6400 っていうのは APS-C っていうものになるので、そのカメラでの、めちゃくちゃいいやつかなと。なので α7-3 に搭載されているような瞳オートフォーカスとか機能性っていったものはほぼほぼ α6400 がカバーしています。なのでちょっとなんていうのかな、ミニα7-3 みたいな感覚で思ってもらえたらなと。で、これもかなりバカ売れしている、機種です。α6000 系統って3、4グレードぐらいあるんですね。ラインというか、エントリーとか、ハイエンドとか、ちょっとよろしめのやつとか、いうものがあるんですけども、この6400が一番、ま、ちょうどバランスのいい、コスパのいいモデルになったりもしますので、これをですね、まあ、フルサイズまでいかんでもええけど、やっぱある程度機能のいいカメラが欲しいなって思われる方は狙うのがよろしいかなと。
で、2段目ですね。キャノンさんの EOS R と EOS の RP ですね。まあ、後続機出ましたね。R5 とか R6 は出てるんですけども、やっぱりちょっとカメラを、今回この動画でミラーレスとか一眼レフの違いを把握されたい方に、40万、50万のカメラを買いましょうっていうのはちょっと言いづらいところがありますので、正直なところこの1世代前になっちゃうんですけどね。R とか RP のような、まあ、20万円前後。RP なんかであればもう本当15万円前後ぐらいでね、推移しているフルサイズのミラーレスっていったところがありますので、正直まあ、ミラーレスのキャノンさんの1世代目っていったところがあるので、まだ弱点は確かにある機種ではあるんですけども、十分使えるものになるかなと。なのでコスパ最高のキャノンさんの、まあ、ミラーレスっていう風に思ってもらえたらなと。で、OMD の EM1 のマーク3ですね。これもオリンパスさんのカメラの中で、ほんとこの、まあ、春先ぐらいですね。3、4、5、6ぐらいの間は、ものすごく常に、ミラーレスとか一眼レフを含めたカメラの売り上げランキングのトップ10の中にも大体入っていた。特にコロナの時にめちゃくちゃ売れていたという印象があるカメラですね。で、次は、シグマの FP ですね。この3段目のミラーレスのカメラなんですけども、シグマさん、どちらかというと、まあ、レンズメーカーとしての印象が強かったんですけども、レンズ屋さんが出してきた世界最小最軽量のフルサイズミラーレスっていうようなコンセプトで出してきたカメラになります。確かに操作性っていったところは、キャノンとかニコンとかソニーに比べると、ちょっと癖は確かにあります。小型軽量のモデルの中にボタンをうわー詰め込んだ感があるので、ちょっと裏面ね、ご興味ある方は見てほしいんですけども、そういったものがあるんですけども、小型軽量でフルサイズで持ち歩けるっていうのはかなり強いです。で、次はオスモポケットですね。いや、一眼レフでもミラーレスでもないやんっていうのがあると思うんですけども、この、どちらかっていうと Vlog に、まあ、向いている。で、よくテレビなんかでもタレントさんが自分で、こう、今、その、人数制限とかね、距離を取らなくちゃ、ソーシャルディスタンスを取らなあかん撮影の中で、もうタレントさんにカメラを持たせて、で、撮ってもらうみたいな形のロケの時に結構出てきている。ので、あ、オスモポケット使ってるわ、やっぱええやな。で、それをテレビで見た時に、十分、何も違和感のない映像なんですよね。確かにボケ感とかはそんなにないんですけども、十分、もう奥行きもはっきり映すような映像であれば問題なく使える。なので、結構若いタレントさんなんかが、一台で、まあ、Vlog を撮るときなんかによく使われているような印象です。なので、一眼レフ、ミラーレスももちろんいいんですけども、もし今この動画を見られていて、Vlog とか、YouTube 向けとかこういった動画のときに、ね、狙われるんであれば、オスモポケットっていうのも一つありかなっていうふうに入れました。で、次はもう D500 ですね。もう私がおすすめする。結構前に登場したんですけども、APS-C のニコンのフラッグシップ機のモデルになります。結構、まあ、上位というか、結構本気勢の、まあ、APS-C のカメラになりますね。もう連写も強いですし、もう撮影の、機能性っていったところはもうほぼほぼ網羅しているフラグシップのミニ版っていう形に、まあ、インパクトとしてありますので、すごくいいカメラですね。で、左下 Z5 ですね。今回まあ登場してきたニコンのフルサイズミラーレスの、まあ、エントリー向けっていうところで、 Z6 とか Z7 が大体2年ぐらい前に出たんですけども、それの、まあ、ちょっとね、機能を削ったような、で、かつ、ダブルスロットの SD に、Z6、Z7 がちょっと、どうなんって言われていたところを、まあ、改善してきたモデル。で、大体、まあ、20万円前後ぐらいで、まあ、推移していて、ボディ単体でなんかであれば、もう20万 100% 切るような価格帯で設定されているモデルになるので、結構ね、おすすめです。ただ、正直なところ、RP とか EOS R とか、α7C とか α7C、っていったところもあるので、もし今すでにニコンをお持ちであったりとか、ニコンが好きっていう方は Z5 っていうものを選ぶといいと思うんですけども、何もカメラを持ってなくてとか、マウントを思いっきり変えたいなっていう印象を持たれている方は、あえて Z5 選ぶ必要ないかなっていうのは正直なところあります。で、真ん中は Z50 ですね。かなりおすすめです。もうだいたい今、中古で7万円、8万円ぐらいで、新品でも10万円ちょっとぐらいで売っている APS-C のミラーレスの、まあ、ニコンのね、Z6 の、必要な機能をもう APS-C 版にギュッと詰め込んだようなコンセプトのカメラです。かなり使いやすくてですね、もうなんだろう、バランスとか、めちゃくちゃいいような印象です。価格と、機能とサイズ感、めっちゃええなっていう、本当
ちょうど使いやすいカメラっていう印象ですね。で、このまたニコンっていうのがやっぱりレンズっていったところに結構妥協がなくてですね、キットレンズなんですけども、このついているレンズがマウント部分はプラスチック製でかけたりしやすかったりするので取り扱いは注意なんですけども、写りっていうのはエントリー向けのレンズなのにめちゃくちゃ綺麗っていうところがあって、嘘っていうところがあるので、ぜひね、キャッシュバックなんかも活用してもらって、まあ、5000円とか1万円ぐらいプラスするだけで、このレンズが乗っかるんであれば、ぜひキットレンズ付きを購入してもらうのがよろしいかなと思いますね。右下は D780 です。もうこれは単純なご愛嬌で載せてます。私がですね、メインで使っている、ま、カメラになります。D780 ですね、これね。Z6 と D750 のカメラのガッチャンコ版です。本当に一眼レフの1個前の D750 っていう世代と Z6 っていうミラーレスが登場したニコンのカメラのいいところ。なんで一眼レフの機能を持ちつつ Z6 のミラーレスのライブビューであったりとか常用 ISO 感度が高かったりとか、まあ、X-Speed6 の世代であったりとかっていうものをくっつけたものになりますので、もちろんいつも通り一眼レフで撮ることもできるし、ちょっと人物を撮るときなんかは、まあ、環境によってはミラーレスの Z6 の機能を活用して撮影するのが向いているっていったところもありますので、こういったカメラがめちゃくちゃおすすめです。なので結構まあカメラ買うときっていっぱい種類があって特徴がめっちゃあっていろんな数字が出てくるんですよね。 ISO がなんちゃらシャッタースピードがなんか画素数が何倍あるわーって言うてくるんですけども、正直なところそこまで例えば街角のポスターであったりとかなんかそういうすごく高画質高画素が求められるような納品形態じゃなくて、ご自身のご趣味としてカメラとか写真をされるであったりとか、ちょっとご友人と撮影に出かけられる撮影をちょっとする必要があるっていう場合で、物撮りであったりとかウェブサイトでの写真掲載なんかの、まあ、納品が主なんであれば、まあ、この辺のカメラを選んでもらっていると、ちょっとオズモポケットはちょっと特殊すぎるんですけども、この辺のカメラを選んどってもらえると、まあ、ほぼほぼ間違いないかなっていったところですね。あとは見た目と、まあ、持った感じですよね。皆さんのグリップ感とかシャッター音で操作性とか機能とかメニュー画面のところの使いやすさとかいろんなものを比較してもらって、うん、まあこのカメラでいいかなっていうものを選んでもらえたらなと思います。今回はですね、一眼レフとミラーレスの違いについてお話しさせていただきました。いつも最後にじゃんけんコーナーを設けているので今回もいきますよ。最初はグー、じゃんけんホイ。今回チョキ出しましたよ。皆さんはどうでした？結果をですね、勝った負けた愛子やったっていうのをぜひコメント欄にお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。またね。